きチャンネル。ジョン。こんにちは。花粉症が辛い佐々木です。さっきくしゃみ何回したんですか。いや、やばい、鼻もう鼻取って洗いたいぐらい。シキシキシキ。あと目とかも痒いから目も取って。うん、洗いたい。できたらいいですね。でか、でこう取ったところもシューって洗って。すっきりしますよね。あ、きつい。お見苦しい点がありますけども、ご了承ください。はい、あと、はい、まあ、ご新規さんもいっぱいいるからね。まだ勘違いしてるのが、はい、この崖っぷち選手シリーズ企画、うん、あのネーミングはかなりキャッチーだけど、はい、あのクビになる選手挙げてるわけじゃないからね。うんうん、なんかもうまだクビになんないのにみたいなね、はい、なんで坂本、阪神の坂本はまだ、高橋アルドはまだ崖っぷちじゃないでしょ。いや、クビになる選手挙げてるわけじゃないから、うんうんうん、自分の持ち場がなくなりますよっていう話だから。今年頑張らないとそのもうポジションが危うくなって、そう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 、そっちに近づいていきますよってことですよね。そう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 、もしくはあのベンチになっちゃいますよっていうね、うんうん、その糸原っつって崖っぷちじゃないし、いやクビになるっつってないっつってない、うん、ただレギュラーじゃなくなっちゃいますよっていうね、うんうん、ポジション争い負けちゃいますよっていう話だから、うん、そこら辺よく理解してくださいよ。はい、はい、ということで、はい、今日は楽天です。はい、お、来ました。はい、うん、もう楽天はもう簡単ですね。簡単ですか。はい、はい、やっぱ崖っぷち選手、うん、まあ、この選手ですね。はい、マークですね。いいえ、本当ですか。はい、危うくなりますポジション。え、いや、もう今この瀬戸際来てるよ。え、本当ですか。うん、今年じゃあ何勝すれば、あの、安泰ですか。いや、何勝、ファンとして、はい、楽天を応援している立場として、うん、マー君には何勝を額に望んでるんですかっていう。10勝はしてほしい。10勝でいいの。え、でも10勝はしてほしいっていう。あ、そういうレベルなんだ。え、そうじゃないですか。いや、わかんない、俺はわかんないよ、はい、俺はわかんないけど、うん、みんなはマー君にどこまで今を期待してるんですかっていう。だから10勝でいいんだ、はい、だから10勝だと、うん、多分10勝よくて7敗とかになるけどね。うんうん、あの、やっぱり去年一昨年が10勝届かなかったじゃないですか。あ、もうそういうレベルの、もう、望んでること、いや、勝ってくれるんだったらもう15とかしてほしいですけど。いや、だからどれぐらいを望んでんだろうなっていう。え、でもまあ最低10してほしいっていう感覚です。あの、最低10してほしいピッチャーっていうのは、はい、うん、早川と一緒のレベルです。え、そうですか。だって早川だって10してほしいでしょ。してほしいです、まだしたことないので。でしょ、はい、うん、だから、うん、あの、一緒のレベルですよ、10して選手でいうと、はい、だから巨人とかでいうと、はい、赤星とか、うんうんうん、山崎伊織とか、うん、と一緒のレベルですよ、10でいいんだったら。え、でも私いいピッチャーにやっぱでも最低やっぱり10勝はいってほしいですってこう言う。そうそう、あの、最低10いってほしいっていうのは先発ローテーションとしての最低限 の、 あの、うん、目指してるところです。ああ、そうなっちゃうのか。そうだよ、だって先発ローテー入って、うん、はい、まあ8勝でって言わへんくらい、うん、まあそうですね、うん、8勝とか7勝っていうのは、うん、多分あのローテーション入ってなくて、はい、6番目とか、うんうん、5番目に来る選手で、うん、まあ7ぐらいいけたらいいんじゃないみたいなとかし、だから庄司ね、庄司、うんうん、楽天で言うと新人、庄司、まあ先発だから、まあ、1年目10勝してくれたらいいけど7、8勝ぐらいしてくれたらもう最高だねみたいな、うんうん、そんな感じだからね。だから10だと本当にもう庄司とかと、もう庄司が先発、駒子が先発するんだったら、うん、望むは一緒です。そしたらなんかそういう新しいこう新人のピッチャーとかはもう10勝いけるみたいな、なんか言ってくれっていう希望だけど、マー君は、うん、あの、いや、もう10勝は軽く超えてくださいね今年はっていう感覚です。いや、だから何勝を希望してるんですか。軽く超えてだったら何勝を希望してるんですか。いや、希望は15勝してほしいですけど。あ、15ですね。でも、最低10勝は今年はしてほしいなぐらいの感覚。え、でも崖っぷちなんですか。そうだよ、日本復帰して21年4勝、はい、22年9勝、うん、で21年は借金が5、はい、で22年は借金が3、うん、っていうところで、うん、まあ、今年も開幕投手に指名されてますけど、うん、はい、まあ、万が一、うん、今年も10勝に手が届かなかった場合は、うん、どんどん持ち場が下がっていますよね、うんうんうん、っていうと、はい、みんなからの期待値が、うん、でどんどん下がっていくっていう野球選手としての岐路の崖っぷちです。
あそういうことか、まあ、先発ローテーション奪われるとかではなくないけど、うん、あもう4番手とかあっていう位置づけに、この周りの人たちの思いがこう分かれるところです。そっか、うん、ファンからするとマー君ってちょっと伝説的なところあるので、いつまでもこう一番手でいてくれるっていう下が無理です、そう信じてるんです。無理です、人間ですから。いや、あのいつまでもマー君はなんか神のような、もしマー君が一番手だったら、はい、まあ、最低15でしょ、うん、まあ、そこからどれだけ上積みできるかっすね、うん、っていうのが一番手だから。なんか私的にはマー君、則本投手、岸投手っていうのは、うん、なんとなく今こう同じぐらいのなんか感じで、うんうん、あの私のポジションで、いやマー君、岸、則本でしょ、年がこんなに違うのに。あ、まあまあそっか、ピッチャーとしてなんとなく、うん、はい、そうなんだ。そうです、だから、まあ、あの10勝してくれればって言ってる時点で今がゲップ値です。そうなの。そう、そうです。あ、でも今去年一昨年が10勝届かなかったら、今年はまあ最低10勝してくださいって思ってます、うん、マー君頑張って。いや、まあ、崖っぷちっすね。そうですか、わ、うん、かりました、受け止めます、うん、その意見は、はい、続いて、早川ですね、はい、あー早川投手か、まあ、あの手術してね、はい、クリーニング手術、うん、で、まあ、今年復帰してきて、はい、で、まあね、今年3年目ですね、うん、あの騒がれて期待されるのも3年目までなんでね、うんうん、なぜなら、はい、どんどん新しいの入ってきますから、まあ、そう、多分今だったら早川より庄司と駒子の方の期待値とメディア露出の方が多いはず。だからここで一気に新戦力にグーッいかれて、うん、1、2軍行ったり来たりになる可能性があります、頑張んないと。あー、そこまで、そこまで行っちゃいますか。だってマー君、則本、岸が同じレベルなんでしょ。まあ、まあ、あのポジションとしてはそこはもう安泰っていう感覚。そう、あと3つしかないからね。そうですね、うん、そこに庄司とか若いのが、あでも唐島投手は普通に順調に、あの滝中とか、はい、滝中いいからね、うん、入ってきたりしたら、うん、もう枠ないじゃん、はい、でそしたらもう、うん、リリーフじゃないじゃん、うん、1軍と2軍行ったり来たりするんで。そうですね。まあ確かに残りのなんか、まあ、2、3枠を誰が入るかってところですもんね、うんうん、まあ、確かに確かに。だからかなり今年本当にいいところを、うん、とか期待値を上げていかないと、新人時からどんどん下がってきてるからね、期待値が。そうですね、ここで成績っていうところで踏ん張らないと、うんうん、この1、2軍行ったり来たりしちゃうよっていうところになっちゃう、うん、なんかそうですね、期待のドラ1早川っていう感じのこうなんか期待が薄れていっちゃうところですね、うんうん、あと2軍で結果出さないと1軍に来れなくなる、うん、あ1軍選手っていうのは2軍とかで結果出さなくても来れるんだよ、うんうん、調整だから、はい、1軍の方が打てますけどみたいな、うん、でも、もう2軍で結果出さないと上がってこれなくなる。そうか、結果を見せて実力あるよって示さないと、と上がって、もう無条件で上がってくることはなくなっちゃう、頑張んないと。なるほど、今だったら確かに、ね、あれですもんね。そうそうそう、今だったらまだ2軍で悪くても、じゃあ1軍先発行かせようかみたいな感じになるけど、もうかなり危ないパターンよ、うん、だから藤井と一緒ぐらいになっちゃうよ、立ち位置が。エリオスから入った。ああ、へえ、そうですか。だって藤井も2軍で結果出さないと1軍来れないでしょ。あ、そうですね、無条件では、うんうん、続いてね、ピッチャー、はい、高田です。あ、高田光一どうですか。崖っぷちです。もうですか。だって昨年2軍のタイトル総なめでしょ、はい、で、うん、あの1軍の一番最初の練習試合でボコスカ点取られて、うん、そうなんですね、だいぶ失点しましたね。大チャンスなのに、うん、もう下積みできました、うん、大チャンスなのに1軍で結果出さないと、うん、まあ所詮2軍だけかって思われちゃう。まあ、確かに高田投手は今年1軍でちょっと結果残さないと本当に立場はそうですね、うん、しかもあれだからね、ここで頑張らないと2軍で結果残しても上がれなくなるからね、うん、2軍だけかって思われちゃうから、うんうん、せっかくいいね、去年2軍での結果残して下積みしてるのに、うん、こう1軍でここで今頑張りどころだからね、うん、そうですね、うん、で続いて、はい、野手です、はい、西川ですね。崖っぷちですか。あ、そうか、ポジションがってことか。そうだよ、そうです。私すらなんかちょっとなんかファン、その視聴者と同じ目線で今聞いちゃってますわ。いや、もうおかしい。3年もやってんのに。危ないね、西川は。そうですか、うん、昨年のね、はい、前半の楽天の快進撃は、うん、西川のおかげって言っても過言じゃないからね。いや、本当そうです。もう西川の成績とともに上がっていって、うん、西川の成績が落ちるとともに下がっていったから。それは本当そんな感じでしたね。あとポジションがよ、うん、もうないわけ。そうですね、まあね、あ、辰巳も来て、うん、島内も来て、うん、ってなったら、うん、ないわけよ、はい、危ないよね、うん、で外野めちゃくちゃいっぱいいるので。そうだから、田中和樹、はい、和田蓮、うん、崖っぷちです。おー、そこも、うん、いや、ないのよ。
いやそうなんですよ、ポジションが外野本当にで吉野とかもね、うん、そうです、ね、使いたいだろうしね、うん、成長させてね、だしオープン練習試合とかでも伊藤幸也選手とかもすごい結果出してて、うん、渡辺義明選手とか大野選手とかもいるし、本当に外野みんな今、うん、同年代から出たしたら阿部が外野来る可能性もあるからね、あそっか、守れるからね、うん、行こうと思えばね、はい、で武藤選手もいいし、だから危ないんだよ、そうですね、うん、新人を取りましたけれども、岡島もいるしね、うん、いや危ないこの3人、そうですね、うん、あらっていう感じです、楽天はどうですか、まあ真摯に受け止めますよ、うん、じゃあ続いて、はい、袴田スコープ、あそうだ、うん、はい、このミニコーナーがございます、はいはい、私がただただ上げていこう、楽天ファンを上げていこう、そうですね、個人的に期待してる、うん、応援してる選手を発表するっていう、だから今年、まあ、ブレイクするかしないかもわからないけど、わかんないの、うん、わかんない楽天でわかろう、楽天はわかるっしょ、いやでも個人的に今年来てほしいって思ってる選手、ちょっと俺じゃあ当てるわ、はい、どうぞ、一人、何人の、今のところ言おうかなって思ったのは4人ぐらい、4人多いな野手1人ピッチャー1人言うわ、はい、安田でしょ、あごめん違いました、あ違うぞ、はい、もう諦めた、いやいやじゃあ諦めるとかじゃないですってひどい、そういうんじゃないですって、違う去年結構押してたじゃん、押してましたよ、じゃあ前提でいいですか全員応援してますえ全員応援してるんですよ、そんな逃げ道いらんねんって、いや応援してるんです、でも個人的にじゃあ俺ピッチャー待って、はい、ピッチャー、はい、いいでしょ、新人じゃないよ、新人じゃないよ、新人じゃないです、 あ、はい、あれだもんね、まだ一軍定着するかどうか分かんないんだもんね、一人は個人的に一軍で投げるんだろうなと思ってるけど、うん、こういう風な活躍をしてほしいっていう選手もいます、あ西口、違います、あじゃあ西口じゃないんだ、はい、あ悪いいや応援してますよそりゃ西口投手は去年すごい活躍をしたので今年もやってほしいと思ってますよ、ああそうだそうだそうですよ、あじゃあまあ俺の挙げた選手じゃなかったってことだね、そういうことです、あじゃあどうですか、じゃあ個人的にまずじゃあピッチャーどうしましょうか、ピッチャーからいくと、うん、じゃあ1人目は藤平投手、うん、お藤平ね、はい、去年ぐらいから、うん、岸投手についてずっと自主トレ頑張ってて、で去年何試合か先発投げてるんですけど、うん、まあ、そこまでは結果出なかったので、そろそろドラフト1位で横浜高校から入って、うん、そろそろ活躍してほしいなという私の期待です、去年5試合先発で1勝0敗、はい、防御率 3.97、はい、だからね、悪すぎはしないと思うんです、ようやく出てきたなっていう形なので、うん、今年はローテーション、まあ、先発ローテーションずっと守るっていうのは多分難しいと思うんですけど、うんうんうん、とにかくちょっと今年は結果を残して存在を示してほしいなという選手ですね、うん、7年目かな、そうなんです、うん、もう7年目なんですよ、うん、ドラ1で入ってからロッテジュニアだね、あそうマリンズジュニア、ね、そうですそうです、はい、横浜高校、うん、じゃあ続いて唐島投手です、お唐島投手は私と同い年なんですよ、おでじゃあもうベテランだね、結構いやまあ中堅だと思ってるんですけどもうベテランですか、いや分かった、則本投手と同い年なんですね、で高校で入ってるので早いんですけど、うん、入ってるのはでも結構いつもいいピッチングというか、まあ、毎年、うん、出てはいるんですけど、うん、怪我でいない時もありましたけど、うん、でも10勝をまだしたことないんです、うんうん、9勝止まりなんですよ、19年ね、そうだから今年私結構優勝するには唐島投手の活躍必要だと思ってるので 10頑張ってください、唐島投手で野手俺ピッチャー期待してるのいるよ、あ誰ですか、ん星うちじゃないですか、あうち清流選手、ね、そういつも星と間違っちゃう、ね、星清流って星がつくから、そう、はい、頑張ってほしいね、うん、山本由伸にめっちゃ似てるからね、よく見てよかったんですよね、うん、野手は野手堀内くん、お堀内くん、うん、出てきて、堀内くん出てきて頑張って、なんかリアクションしていただけますか、いやいや今までの唐島とか、はい、クジラとか、はい、結構年度内の説明あったけど、はい、意気込みだけですかこうなんか説明ないんですか、私の高校の後輩です、ああ堀内くん頑張って、練習試合とか出てましたので、はい、もうキャッチャーなので、はい、やっぱり今、ま、安田選手が出てきて、キャッチャーだからチャンスあるよね、いやそうなんです、 でも太田選手もいて住谷選手もいて、そして今安田選手っていうところが去年から出てきてるので、でもこれっていうのはないじゃん、あそうだから絶対的なやついないからね、そうそう頑張ったらチャンスあるよ、まあ、打ってあだから安田が頑張るとねいけないからっていうのもありますけど、安田選手も応援してるよ
みんな応援してるよ、うん、はい、続いてはあと黒川選手、うん、黒川ね、うん、黒川選手今4年目なんですけど、うん、結構今年練習試合からいい感じで打ってるんですよ、もともと入団の時から本当に期待されてる、体格もいいし、うん、選手ですけど、うん、まあ、ちょっと浅村選手がいるのでセカンド出にくいっていうところはあるんですけど、うん、ただあの同期で入った武藤選手の方が結構1軍でね先に活躍しているので、うん、今年は浅村選手が5つも結構1軍に定着してほしいなっていうところがあります、うん、で未来の楽天を担う存在に私はなると思ってるので、黒川選手頑張って。もうなんか全然練習あのリアクションしてくれないじゃないですか。いや黒川の成績見てた。あ、見てました、うん、だ今だって袴田さんのコーナーだから、はい、俺がしゃしゃってもあれだから。いやでもリアクションぐらいしてください。おお。そういうの欲しいですよ私も。今黒川の成績見てた、はい、まあね、でも楽天はね、はい、石井監督もね、うん、監督専任して今年グッといかなきゃいけないからね、うん、まあ、こう今言った選手たちがね、はい、頑張ったら総力が厚くなるからね。そうそう、層が厚くなっていくと思うので、うん、はい、まあ、頑張ってほしいですね、はい。